ちなみに、はい、ここまでね聞くの我慢したんですけれども、はい、さくらみこさんの好きなキャラクターとかってやっぱいます？ SAO で。あ、そうですね、うん、女の子のキャラクターはたくさん可愛い子がいっぱいいますからね。もちろんすごい可愛い女の子大好きですし、うんうんうん、もうちっちゃい感じのね大好きだし大好きなんですけど、みこが好きなのはリーファちゃんですね。なるほど。いや、シリカちゃんももちろん大好きですし、うん、あのキリトとシリカの出会ったねあの話とかめちゃくちゃ好きで、うんうん、ね、大好きなんですけど、リーファ派ですね。すごい、なんか今もうね、ちっちゃい子が好きがもう完全にもうすぐ回収された感じありましたもんね。リーファ、いや、ちょっとシリカって言おうとしたんですけどね。リーファもいいキャラですよね。いや、そうですよね。ちなみに男性キャラクターで、うん、まあ、推しキャラというか好きなキャラクターとかっていたりするんですか？男性キャラクターだと、いやでも猫結構いろんなキャラクター好きなんですけど、クラインがね好きなんです。おお、なんといいですね。私もクライン大好き。そんなのいいですよね。一緒だ。なんかちょっと日高さんと猫好みが合いますね。いや、合うかもしれない。ちょっといろいろ話、なんか話したい気がしちゃう。